今回は世界の美しいおしゃれなカエルたちについて解説していきます。日本でカエルといえば、緑色のイメージが強いですが、世界に目を向けてみると、びっくりするほど色鮮やかなカエルや、おしゃれな模様のカエルが多くいます。確かに青いカエルとかもいるもんな。それでは、早速解説していくぜ。ゆっくり見ていってね。1、猛毒吹きヤガエル。猛毒吹きヤガエルは、両性ツナムオメヤドクガエルか吹きヤガエル属に分類されるカエル。体長5、6センチメートルと吹きヤガエル属最大種。体色は橙色、黄色、緑がかった白などの変異がある。本種は自然界における強い毒素マウスへの投与実験から人間の致死量は 0.1-0.3mg と考えられているの一つバトラコトキシンを持つ。バトラコトキシンが体内に入るとナトリウムチャネルが解放され筋肉を収縮させるため心臓発作を引き起こすが、本種の筋肉や神経にはバトラコトキシンへの耐性がある。本種に限らずヤドクガエル科の構成種は生育地での食物から毒物を蓄積あるいは化合すると考えられている。コロンビアの湿生林などに生息する植生は動物食で、昆虫、節足動物などを食べる。開発による生息地の破壊により生息数は減少しているコロンビアの原住民は本種の毒を抽出し、吹き矢の先に塗って狩猟に利用した。このことが吹き矢ガエルやヤドクガエルの名前の由来になっている。2、藍染めヤドクガエル。藍染めヤドクガエルは、ヤドクガエルかヤドクガエル属に分類されるカエル。生息地はガイアナ、スリナム、ブラジル北部、フランス。最大体長5センチとヤドクガエル属でも最大級。飼育下では体長6センチにもなることもある。黄色、黒、獅子が黒い斑点の入った藍色の体色が一般的だが、体色には数多くの地域変異がある。熱帯雨林等に生息する。主に林床に生息する。食性は動物食で、主にアリを食べる。繁殖形態は卵性で、落ち葉の下等に1回に80個の卵を産む。孵化した幼生は背中に乗せて水場へ運ぶ。開発による生息地の減少や、ペット用の採集等により生息数は減少している。3、十字目毒アマガエル。十字目毒アマガエルは、両性ツナムオメアマガエルか毒アマガエル属に分類されるカエル。生息地はエクアドル、スリナム、ブラジル北部、フランス、ベネズエラ、ボリビア。体長8クム。交際は黄色で、十字状の黒い斑紋が入ることが和名の由来。体色は変異があり、胴体や四肢には暗色の太い横縞が入る。成長に伴い、皮膚にはイボが現れる。外敵に襲われると皮膚から乳白色をした粘着質の毒液を分泌する。森林に生息する。食性は肉食性で昆虫類、節足動物等を食べる。繁殖形態は卵性で、水の溜まった気道の中に卵を産みつける。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。欧米からの繁殖個体のみが流通する。形態から人気は高い。以前は毒アマガエル属の別種マネシ毒アマガエルの名前で流通していた。皮膚から毒を分泌するため素手で直接触れることは避けた方が賢明だと思われる。4、アメフクラガエル。アメフクラガエルは、フクラガエル科のカエルである。南アフリカ共和国、スワジランド、ザンビア、ジンバブエで見られる。天然の生息域はサバンナや干木地、草地、農地、牧草地、プランテーション、都市的地域等である。アメフクラガエルは地下に生息し、雨の後の夜に食事と交尾する時にのみ地上に現れる。体はずんぐりと丸く、顔は平らである。色は茶色で、一列の明るい橙色のまだらと暗い色の横縞がある。地中に住むカエルに共通の特徴として、短く丸い四肢を持つが、後肢は隙のような形で、地下20インチまで掘ることができる。攻撃されると、膨らんで穴の中に潜る。メスはオスよりも大きく、そのため交尾の際にオスがメスを掴むことができず、メスは背中から糊のような分泌物を出してオスをつなぎ止める。交尾中のつがいは地下に戻り、湿った地点に達して最適な場所を見つけると、そこでメスが卵を産む。卵が孵化すると、オタマジャクシにはならず、直接3から6センチ程度の小さなカエルになる。5、ベルツノガエル。
ベルツノガエルは、両生ツナムオメツノガエル属に分類されるカエル。生息地はアルゼンチン、ウルグアイ、ブラジル。体長オス10センチメートル、メス 12.5 センチメートル。目上部の角状突起は小型。体色は緑色や緑褐色で、暗褐色や暗緑色の斑紋が入る幼生は全長6、7センチメートル。変態直後の幼体は体長2センチ。標高0〜500以下のパンパ地帯に生息する。草原の水辺に生息するが、灌漑の内や水路などで見られることもある。幼生は水中でも水上でも攻撃を受けると音を発することができ、確認されている限りは無脊椎動物も含めた幼生では初めて音による情報伝達が報告されている。幼生同士がこの音を聞く仕組みは不明であるものの、共食いを防ぐ働きがあるとする説もある。食性は動物食で、昆虫、節足動物、カエル、小型爬虫類などを食べる。地中に半身だけ潜り、通りかかった獲物を待ち伏せて捕食する。ウルグアイの34個体を用いた胃の内容物では、カエルが 78.5、鳥類が 11.7、月歯類が 7.7、ヘビが 0.3 という報告例がある。幼生はカエルの幼生を食べる。6、クランウェルツノガエル。クランウェルツノガエルはツノガエル属に分類されるカエル。標高700無以下のチャコ地帯に生息する。アルゼンチン、パラグアイ、ブラジル、ボリビアから報告がある。体長 7.5×12.5cm。体色は明ら褐色や灰褐色で、脳褐色の斑紋が入る同族のベルツノガエルと比較すると糞端が突出し、目上部の角状突起が長い。換気になると眉を作り休眠する食性は動物食で、昆虫、節足動物、両生類、爬虫類などを食べる繁殖形態は卵生。浮きに2000、4000個の卵を産む。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。飼育下繁殖個体が流通するが、ベルツノガエルとの主観雑種が多い。アマゾンツノガエルも含めた主観雑種がファンシーツノガエルという流通名で販売されることもある。7、ピパピパ。ピパピパとは、両生ツナムオメピパ科に分類されるカエルの名前。姿や繁殖行動の特異性で知られるカエルである。体長は15クムほどもある大型のカエルだが、前方に三角形に尖った頭部と、上から押しつぶされたような扁平な体はカエルとは思えないほどである。体色は褐色で全身にイボのような小さな突起がある。後脚には広い水かきが発達する。前足には水かきがないが、指先に小さな星形の器官がある。目は小さくてほとんど目立たないが、口は大きい。また、舌がないのもピパ科のカエルの特徴であり、同じ科の爪ガエル類とも共通した特徴である。アマゾン川流域を中心とした南米北部の熱帯域に分布し、川の中に生息する。陸上に出ることはほとんどなく、一生を水中で過ごす。前足を前方に突き出し、万歳をしたような格好で川底に潜む。褐色の扁平な体は枯れ葉や岩石によく似ており、捕食者や獲物の目を欺く擬態である。前足の指先にある星形の器官は節足動物の触覚のような役割を果たしており、小魚や水生昆虫が前足に触れると、瞬時に大きな口で捕食する。8、丸目タピオカガエル。丸目タピオカガエル派、タピオカガエル属に分類されるカエル。同族の中では最大種である。名前は目がタピオカに似ていることにちなむ。生息地は標高200無以下の、アルゼンチンパラグアイボリビアのチャコ地帯に分布する。体長は11、12クムとタピオカガエル属では最大種。体色は緑色がかった灰色で、オレンジ色の斑点がある。腹部は白っぽい。ユウの生態は喉が青黒くなる。オスはメスの半分くらいの大きさにしかならない頭部は大きく、体長の3分の1程度を占める。口は幅広く、上顎には歯が、下顎の中央付近にも2本の牙がある。口彩は常に丸い。川沿いの沼や潟に生息する。乾季になって水がなくなると泥で繭を作り、休眠する。外敵に襲われると体を膨らませ、けたたましい気性を発しながら威嚇し、噛みつく。水中で鋭柱から目だけを出して獲物を待ち伏せる。食性は動物食で、昆虫類や甲殻類、魚類、両生類などを食べる。
口が大きいため、大きな獲物でも食べることができる。繁殖形態は卵生で、浮きに1回に2000個ほどの卵を産む。成長が目覚ましく早く、幼生は1ヶ月ほどで4、5組の亜生体になる。いかがだったでしょうか。高評価とチャンネル登録をお願いいたします。コメントしていただければ嬉しいです。それでは、また。